かなと思ってね。じゃあ、あの調理台の謎の物体は朝ごはんの材料なの？ちょうどよかったねえ、なるちゃん、お米研ぐのって洗剤使う？ご飯を炊くんですよね。そうよ。いけない、あまりにも予想外すぎて気が遠くなりそうになった。なるちゃん、もうお米研いじゃいました。まだだけど。私、手伝いますね。ご飯を炊くのと、あと、何を作るんですか？何って、見ての通り、お味噌汁でも作ろうかなと思ってるんだけど。お味噌汁？あの謎物体から、どうやってお味噌汁ができるの？どうしよう、これ、絶対、私の手には負えない！どうしたの、なるちゃん。さっきからなんだか変。あ、さてはまだ寝ぼけてるのね。あ、そうかもしれませんね。本当にどうしよう。先生、せっかく私たちのために頑張ってくれてるけど、でも、もう、こればかりは仕方ないよね。おいしそう。さすがタミちゃん、お料理も上手なのね。ありがとうございます。すごいよタミお姉ちゃん。あの謎の物体からちゃんと普通のお味噌汁作っちゃったよ。なんだか満身創痍だけど、よかった、本当によかった。私たちの朝ごはんの平穏は守られたよ。ありがとうタミお姉ちゃん。なんかもう泣きそう。それじゃ、いただきましょうか。いただきます。ところで、ややちゃん、さっきからずっと黙ったままだけど、どうしたの？あ、そういえば…ダメだ、まだ半分夢の中だ。でも…大丈夫です。ややちゃん、修学旅行とかキャンプの時とかも朝はこんな感じだったので。そうなの？一応ちゃんと食べてはいるようだけれど。これそのうち目覚めると思います、多分。本当だ、半分寝ながら食べてる。そういえば、かつて半分眠りながら必殺技を繰り出す剣豪がいたのか。それ、多分時代劇。あんまりネタにしちゃダメだよ。それもそうですね。
さてと、それじゃ今日の練習始めましょうか。と言いたいところだけど、ややちゃんどう？そろそろ大丈夫だと思うんですけど。ややちゃん、ややちゃん、そろそろスイッチ入れてよ。すごいものを見てしまったのかもしれないわね。さあ、ややちゃんもスイッチ入ったところで、早速練習始めましょう。はーい。あれ？一緒に頑張ろうね。生徒たちの顔を一通り見回す。みんなこんな私の評価を今か今かと待っている。あくまで素人目線けれど、誰よりも彼女たちを見続けてきた。そのちっぽけな自負を胸に、私は口を開いた。何よ、自信ないの？大丈夫、ここまではバッチリだと思うわ。だからほら、胸を張りなさい。この調子ならきっと本番はすっごくいいステージになるわよ。太鼓判ってやつですか？
押しちゃう押しちゃう。やったね、はなちゃん。やりましたね。それじゃあ、練習はここまでにしましょうか。ほら、さっさと着替えて出かけるわよ。はーい。というわけで。先生、こっちです。早く早く。え、ちょっと待って。うわー、のっけから大人げない声を上げてしまって恐縮の限りだが、ともあれ当初の予定通り午後は室内プールへと繰り出したのだ。先生、大丈夫？大丈夫。ちょっと鼻に水が入っちゃったけど。前をよく見ないからですよ。ああ、ほらもう髪の毛ぐちゃぐちゃですよ。直して直して。え、嘘、やだ。水泳は苦手ではないのだが、生徒たちに調子を合わせた結果がこれだ。鼻をつく塩素の匂いに涙がこぼれそう。ついでに一休みしてきたわ。さっきからずっと花ちゃんに振り回されっぱなしで疲れたんじゃない？そうかも。あっちの方にデッキチェアとかありましたよ。そう、じゃあちょっと休んでるわね。みんな、くれぐれも事故には気をつけるのよ。特に花ちゃん、プールサイドは走っちゃダメだからね。了解です。じゃあ先生、また後で。なる、かな、スライダー行くわよ。はい、行きましょう。私たちも行く？流れるプールで少しまったりしたいかも。あ、それもいいね。それじゃ先生、また後で。はーい。はあ、デッキチェアを目指し、すっかりくたびれてしまった体を引きずりながら、遠目に生徒たちの様子を眺める。これが若さというものだろうか。午前中あんなに練習していたというのに、みんな全力ではしゃいでいる。そうね、若さってそういうものよね。疲れ知らずの肉体と何でもその手につかめそうな全能感、今の私には失われて久しいものだ。人生というスケールの中では私もまだまだ若い方のはずだけれど、すでに大人というレッテルを貼られてしまったから、だからこそ余計に思う。若さとは可能性の塊なのだ。彼女たちの可能性の目がどこまでも健やかに伸びていくことを日々心から願ってやまない。サリーちゃん先生！もう、だからプールサイドは走らない。って、どうしたの？大変なんです！ナルが溺れちゃったんです！え？今、タミさんがそばについてるんですが、あ、あそこです！あ、先生、どうしよう。救護の人には知らせた？あ、はい。今、ややさんとマチさんが呼びに行ってます。そう。
どうしよう。これは私の監督責任。うん、そんなことより人工呼吸とかするべき。そうよね。確か気道を確保して胸を押してマウストゥーマウスで。でもいいのかしら、なるちゃんの唇を私が奪っても。って、こんな時になんて下世話な。本当によかった。ナルの唇も無事でよかったわね。何の話？たとえ先生が相手でも、意識失ってる間にファーストキスとか超悲惨じゃない？こっちもほっとしたわよ。ちょっと、私が相手で超悲惨ってどういう意味よ。いや、別に深い意味はないですって。ほんと、一時はどうなることかと思ったけれど、よかった。本当によかった。なるちゃんの体的にも、その唇の低層的にも、あと、私の首的にも。はぁ、やっと着いたわね。ベタなこと言うけど、家に帰るまでが合宿よ。気をつけて帰ること、いいわね。はーい。それじゃあ解散。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ、疲れた。ああ、もう本当に疲れた。これ体力の問題じゃなくて、気づかれのが大きいわよね。引率って、本当大変。あとは、持ち出した学校の備品を返して。ああ、でも面倒ね。明日にしようかしら。ん？どうしたの？忘れ物？違うわよ。その、まだ片付けあるんでしょ？手伝おうと思って。そんなの、大した荷物じゃないし、別にいいのに。なんか、後始末最後までしないのって気持ち悪いから。そう？じゃあ、手伝ってもらおうかな。最初からそういえば。忘れ物？いや、忘れ物のような、そうでもないような。あ、手伝いますね。そう？ありがとう。よ、なんで戻ってきたのよ。忘れ物？そうじゃなくて、まちちゃんやゆやちゃんと同じ理由なんじゃないかな。多分そうですね。今先生の片付けを手伝えば、帰りはきっと車で送ってもらえるかと。違うよ。あれ？やれやれ、さっさと帰って一杯やりたかったのに。けれど、これもまた教師冥利に尽きるというもの。最高の酒の魚を得られたわけだから、まあよしとしよう。それに、みんなの心が一つであるという証にも思えて、私は一週間後に迫った文化祭に向け、確かな手応えを感じてもいた。あれ？でも先生の車って何人乗れるの？あっ！
もしかして定員オーバー？どうしましょう。じゃんけん？姉さん、歩いて帰れば？誰が運転するのよ。結局みんなおとなしく車を諦め普通に帰宅しましたとさ。めでたしめでたし。